こんにちは。東京都渋谷区恵比寿で開業しています橋本歯科、橋本です。右下の奥歯になりますが、上から見ています。そしてここに銀歯が入っていき、それが取れてしまい、治療を希望されました。そして審査の結果、手前の方に、虫歯と亀裂が発見されました。ここは手つかずのところでしたので、そこの部分をまずアプローチしていきます。神経が生きている歯ですが、橋本歯科では麻酔薬がありませんので、麻酔薬のない歯医者ですので、麻酔なしで削っていきます。どこが痛いか痛くないかをきちっと説明した上で、患者さんの了解のもと、希望のもとに行っていきます。麻酔がないということは、痛いのを我慢するんですかという声をいただきますが、そうではなく、痛いことをしないということです。今削っている部分はエナメル質ですから、当然痛みがないはずです。あとは水の、染みる、あとは振動、そのようなことが痛みとして感知されますが、そのような部分を最大限、なくすように丁寧な治療を除去しを行っていきます。やはり、一人当たり時間をかけ丁寧に向き合い、そして最大限努力すること、そして顕微鏡を使うこと、それは最低限必要なことだと思います。丁寧な歯を治療したい、そして自分の歯をできるだけ残したい方は、橋本歯科までご相談にいらしてみてはいかがでしょうか。少しずつこのように完結というか、一気に削ることはしません。少しずつ方向を見ながら丁寧に削っていきます。私の評価は学会、そして歯科医師の評価ではなく、患者さんの評価だと思っています。患者さんの歯を治療するのですが、患者さんの言葉、そしてそれが評価になるわけです。学会でいくらケースを発表しようが、歯科医師の間で議論しても何の意味もないと私は考えています。成功か失敗か、それは良かったか悪いか、それは患者さん自身が決めるものです。歯でお悩みの方、橋本歯科までご相談にいらしてみてはいかがでしょうか。相談だけでも解決する場合があります。治療しなくても良いという場合もあります。それをしっかりとご説明をします。いいこと悪いことすべてお話をしてみたいと思います。ですから2時間ぐらいはかかってしまうと思います。